こんにちは。カナダ在住の山達です。民主党上院議員の汚職、バイデン息子との関係、共通点と相違点ということで話をしていきたいと思います。はい。えー、つい先日の動画でニュージャージー州選出のボブ・メネンデス、連邦上院議員と奥さんのナディン・メネンデス、あとその他大勢合わせて5人ぐらいが汚職などで起訴されたっていう話を紹介しました。 ざっくり言いますと、エジプト政府関係者であるとか、エジプト軍の関係者に対して、アメリカ政府の機密情報だ、非公開情報だっていうのを金銭の見返りに売り渡していましたっていうことであるとか、あとはエジプト系アメリカ人のビジネスマンの利益になるようないわゆる口利きをしていたっていうようなことがね、いろいろバレてきてるんですよね。で、このメネンデスっていう上院議員は民主党の中でも、いわゆるベテランでハイクラス議員の一人であるということで、例えば上院外交委員会の委員長をやってたんですよね。 ま、アメリカ外交界の中でも、でしょう、一番重要な人物のうちの一人みたいなね、そういう立ち位置だったんですが、そういう人物が、その海外勢力と結託していましたと。いうようなことが出てきたもんだから、偉いこっちゃっていう,うに今なってるんですよね。はい。で、えっと、まあ、さらに偉いこっちゃなのが、このメネンデス上院議員、残念なことにですね、あの、来年2024年の選挙の対象なんですね。で、なのでもう、続けられるかって言ったら、もう、ま、よっぽど変なことがない限り、 さすがに有権者選ばないですよね。でもすでに民主党の中から対抗馬が立候補声明出してまして、あのニュージャージー州ってその土地柄、どうしてもブルーステートの中でもかなり青い方ですから、あの共和党候補が勝つ見込みっていうのはどうしても低いんですよね。ということでこの民主党の中で対抗馬が出てきたっていうことは、もうメネンデス議員、あのー、何でしょう、終了のお知らせと言いますか。はい。まあ残念でしたっていうことになってくるんですが、 ひとまずですね、この外交委員会の委員長に関しては辞めています。辞めてますっていうか、辞めさせられています。はい。で、ただ、議員辞職に関してはしませんっていうふうに言ってるんですよね。で、これに起こってるのがニュージャージー州の民主党なんですよ。てかまあ、民主党全体ですね。え、例えば選出されているニュージャージー州の話をすると、え、州知事も辞めるべきだっていうふうに言ってますし、議会の下院議長も辞めるべきだっていうふうに言ってますし、あと民主党のそのニュージャージー州の委員長も辞めるべきだっていうふうに言ってますし、 あとはそのニュージャージー州選出の連邦議会議員も辞めるべきだっていうふうに言っているし、もうニュージャージー州関係ない民主党さんの中でも、もうさすがに今回の件に関しては、その、可いようのない疑いが出てきているから、もう今、今のままで職務を全うすることできないだろうっていうことで辞職を求める声というのはどんどん上がってるんですね。はい。で、まあその中でも一番の目的っていうのは、今年11月にニュージャージー州って選挙があるんですよね。 で、去年ね、あの、覚え、去年じゃないや、えっと、2年前、皆さん覚えてるかもしれませんが、あの、トラック運転手がニュージャージー州の上院議長を破るっていう、とんでもない話あったじゃないですか。まあ、あれに近いようなことになりかねないので、民主党としてはもうめちゃくちゃ今センシティブなんですよね。でいうようなことで、えっと、もうとにかくもう選挙のためにもさっさとやめてくれというような声が民主党の中から上がってるっていうのが状況で、今の状況ですね。 で、この起訴されたその後なんですが、まず弁護団の中に、あの、例のハンター弁護団トップをね、一時期務めていたローベルさんっていう人がね、加入することが発表されております。はい。まあ、もともとこのローベルとですね、この、えっ、ー、と、メネンレス議員っていうのはずっとタックというか、まあ、あの、弁護士をお願いしている関係でして、2015年にも一回起訴されてるんですよね。その時は違法に選挙資金受け取ったっていう話で、まあ、どう考えても有罪になるべき話だったんですけれども、 アメリカの裁判って今その、陪審員裁判ってもう、何でしょう。地域柄がかなり出ちゃう傾向にあるんですよね。で、その政治色が濃いと言いますか、結局その、えー、有罪にするためには、陪審員、一般人の意見が合わないといけないんですが、 まあ、彼らの中でそのゴリゴリの民主党支持者がローエル、ロルじゃないや、えっ、ー、とメネンデス議員をかばってたっていうふうに言われてるんですよね。で、その結果この時の裁判っていうのは、えっ、ー、と結局有罪にも無罪にもできない、いわゆるデッドロックっていう状況になりまして、そのまま裁判が流れて、 まあ、一応無罪っていうことになってたんですが、どう考えても無理あるだろうっていうふうに言われてたんですよね。で、今回に関してももしかしたら同じルートを狙ってくるかもしれないんですが、まあ、とりあえずそういうふうに一回成功している時の弁護士に、え、もう一回お願いするっていう感じになってます。はい。ちなみにこのローベルなんですか別に民主党弁護士っていうわけではなくて、例えばあの、ジェアード・クシュナーっていうね、トランプ大統領の無効、無効用紙って言えばいいのかなえっ、ー、と、無効用紙って言葉あってますかね。はい。もう、あのー、一回弁護をお願いしたことがあったりとか、まあ、いろいろあります。はい。 っていうようなことで、まあ、とりあえずあ、トップ弁護士を選びましたよっていうこととですね、あとは、あの、現金見つかってるんですよね。2022年6月に FBI が家宅捜索やってたんですが、その時に総額5500万円相当の現金見つかりましたと。700万円は奥さんの金庫とかから見つかって、4800万円が、ま、金庫の中とかあと、このメネンレス議員のなんか服の中とかから出てきたんですよね。で、これに関する説明は、 いや、預金口座から引き出した緊急用な金だっていうふうに説明してるんですよ。<laughs> どう思いますえっ、ー、と、まず、これに関しては、まあ、あの、預金口座から引き出してるわけですから、当然、出金記録あるわけなんですよね。なんで、まあ、こう言ってる以上は間違いなく出金記録調べられますので、まあ、それで嘘かどうかバレますし、 一応本人はその自分がもともとキューバから逃げてきたから、その政府からなんかやられてとんでもないことになったらお金がね、あの必要だってことを俺はよく知ってるんだっていうふうに言ってるんですね。はい。まあ、ただね、その、 本人が預金口座から引き出したって言ってるお金がですね、偶然にもですよ。偶然にも。偶然にも、その引き出したやつが、その偶然にも汚職相手が銀行に預けていたお金で、しかもその汚職相手であるとか、汚職相手の運転手の指紋がしっかりついていたものなんですね。はい。まあ、偶然にもその汚職相手の人がお金を預けた直後に、メネンデス議員がそろそろなんか自分にやばいことがあるかもしれないっつって、銀行に駆け込んで、で、お金を引き落としたのかなっていうふうに、ね、一応説明できるが、 知れませんが。まあ、無理っすよね。はい。えー、というようなことで、まあ、こういう今、言い逃れをしているんですが、あの、今日ですね、あの、法学者のジョナサン・ターリーっていう人物がいるんですが、彼がですね、えー、っと、この、メネンデス上院議員の汚職と、あとはバイデンの息子ハンターと、あとはまあバイデンファミリーに共通点があると。一方で相違点もあるっていうことで、 あの、面白いまとめ方をしていたのでちょっとこれを今回紹介しておきたいと思います。あの、USA Today に寄稿していた意見文、意見書だ意見書、うん、と、なんだ、意見記事みたいなものだったんですが、まず共通点4つあると。 一つ目が、高級者を受け取っているということで、メレンデス議員は司法取引に口利きをするっていうことの引き換えに、600万円相当のベンツを受け取っているんですよね。150万円を現金で受け取って、それをそのままベンツのデ、ね、ィーラーに持ち込んで、えー、頭金として支払いで、残りの450万円をその司法取引の口利きをした相手が支払うっていうことで、はい、まあ、合計600万円相当のベンツを受け取っていましたと。 で、一方でハンターはって言ったら、カザフスタンのオリガルヒのケンゲス・ラキシェフっていう人物がいるんですが、ラキシェフから1420万円相当のスポーツカーを受け取ってるんですよね。まあ、正確に言うと、この、 ラキシェフの口座から、あの、デボン・アーチャーっていうね、ハンターの一番のビジネスパートナーいますが、デボン・アーチャーに1420万円送られて、で、それがそのまんままるハンターの口座に振り込まれて、で、ハンターはそのお金を使ってニュージャージー州、またはニュージャージー州ですね。はい。まあ、ニュージャージー州にあるスポーツカー、えー、ディーラーに行って、で、そこで1420万円外の車を買ってますよと。 いうようなことで、まあ、同じ、その、高級車を受け取っているっていうところがあるんですね。はい。で、共通点の二つ目が宝飾品受け取っていますっていうことで、メネンデス議員は1200万円相当、またはこの前の動画で言いました1000万円相当、もう時価総額はよくわかりませんが、はい。とりあえず1000万から1200万円相当の金の延べ棒を受け取ってるんですよね。 で、えっと、一方で、ハンターはって言ったら、中国の CFC っていう人民解放軍と中国共産党とね、べったりの、えー、そういう、なんでしょう、複合企業、複合エネルギー企業があるんですが、そこから800万円相当のダイヤモンドを受け取っているんですよね。っていう風に、宝飾品受け取ってましたっていうのも同じ。で、これらのその高級車だとか、宝飾品を受け取ってたっていう目的は何かって言ったら、共通点の3つ目、賄賂の目的ということで、影響力なんですよね。 メネンデス議員には連邦上院議員としての影響力。で、えー、ハンターに関しては、まあ、本人ではなくて、そのお父さんである、えー、ジョー・バイデンの当時副大統領としての影響力を、まあ、買いに行ってたっていうことなんですよね。っていうようなところも全部同じであると。で、さらに共通点4つ目を言うと、コンサル業を始めましたっていうことで、えっ、ー、と、例えばですね、今回のその逮捕されているメネンデス上院議員の奥さんなんですが、 もともとメネンデス議員と出会う直前まで無職だったんですね。で、特にその外交とかコンサルタント業とかやったこと一切ないにもかかわらず、その無職だった奥さんがメネンデスと付き合い始めた途端に国際コンサルタント会社設立してらっしゃるんですね。もうね、ね <laughs> あからさまですよね。 で、一方でハンターはって言ったら、ハンターも、えっと、自分の父ちゃんが副大統領になった途端に、え、コンサルタント会社だとか、投資会社だみたいなのをいろいろどん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 立ち上げていって、で、そこをね、どんどん使っていろんなことやってたわけなんですが、はい、まこういう点でも共通しているというふうに、4つの共通点を指摘しているんですね。ところが、違うところがあると。違うところっていうのが、メネンデス夫婦は汚職で起訴されたにもかかわらず、ハンター、まあ、プラスバイデンファミリーっていうのは何もないと。 これは明らかにおかしいんじゃないかっていうことで、司法省はハンターの脱税を事項にさせただけではなくて、ロビー法違反による起訴をしていないと。メレンデス議員だけに限らず、例えばポール・マラフォートと同じ状況にも関かかわらず、ロビー法違反を無視し、挙句の果てにめちゃくちゃな内容の司法取引に失敗する大恥を書いていたと。 いうふうに指摘しているんですが、ポール・マナフォートっていうのは、あの、トランプ大統領の元、あのー、キャンペーンマネージャーの一人ですね。はい。で、えっ、ー、と、あの、ロシア疑惑のところで巻き込まれて、えらいこっちゃっていう風になった人物なんですが、基本的にはこういうふうに、その、バイデンファミリーっていうのは、ロビー法違反とかやっても、何にも取り締まりを受けていないんですよね。 で、えっ、ー、と、一方で、まあ、トランプ陣営の人であるとか、あと今回のメネンデス議員みたいな人たちっていうのは、ええー、まあ、その、何でしょうね、バイデンの傘から守られていないということが今回出てきているんですけれども、はい。えっ、ー、と、一応ですね、一つ信じたいのが、あの、デイビッド・ワイス、デラウェア州連邦検察官がわざわざ特別検察官に任命されているんですよね。まあ、そうなってる以上はね、ロビー法違反による基礎がこの後あるといいなっていうふうに信じていますけれども、 とりあえず、あの、今回、これが、その、皆さんに紹介したかった一つの大きな記事ですね。あの、実際並べてみると確かに、えっ、ー、と、バイデンの息子ハンターとメネンデス夫婦っていうのは、同じことやってたにもかかわらず、対応が違うなっていうところが出てきましたので、じゃあ、ここからはもう、長じれ合わせの、合わせのために、ワイスさん頑張ってねっていう話なんですが、はい。最後にちょっとおまけの話をしておきたいと思います。まあ、今、いろんなメディアがですね、あの、ハンターとこのメネンデス議員の関係深掘りし始めてるんですね。 で、デイリーコーラーが面白い、あの、その過去のメールを発掘していまして、ちょっとそれを皆さんに紹介して終わりたいと思うんですが、えっと、時は遡ること2010年なんですが、2010年7月にスペインのとある鉄道会社が、 テキサス州の鉄道事業に関して、約300億円の受注に成功しているんですね。で、その鉄道自体は、あの、ニューヨーク州で製造工場を持ってて、そこで作るっぽいんですけれども、要は、テキサスの鉄道を作るんだけれども、ニューヨーク州,州にも影響がある話。で、多分、えーと、工場が近くにあるっていう関係でメリーランド州にも影響がある話のようなんですが、 まあ、とりあえずこういう契約がまとまってたっていうことなんですね。で、どうやらこれ、ハンターが裏で根回ししてたっぽいんですよ。 で、実際ですね、ハンターメールの中で、成功報酬としては、まあ、8000万円相当の働きをしたんじゃないか、それだけの利益を彼らは受け取ってるんじゃないのかっていうふうにメールを、あの、鉄道会社に通達しているところが残ってるんですね。まあ、確かに300億円の受注に成功してたら、8000万円ぐらいの見返りはね、いいかなって思ったりとかするんですが、問題なのが、これロビー法関連引っかかるんじゃないんですかっていう話なんですよ。 で、ここがね、ちょっと今、あの、かなりアンクリアなところなので、まだちょっとあの、続報を待たないといけないんですが、はい、ちょっと怪しいよねっていう風に言われてるんですね。で、えっ、ー、と、この300億円の鉄道事業なんですが、一回ね、なくなりかけてたんですよ。連邦交通局から違法性指摘されて、契約破棄の危機になってたんですね。えっ、ー、と、なんか、えっ、ー、と、バイアメリカン法だったっけな。えっ、ー、と、そのアメリカの連邦政府からの補助金 っていうのを出す対象が製造業の場合には、あの、アメリカの企業じゃないといけませんよみたいなものとかがあるんですが、それがそのスペインの企業に丸々引くことになると。それは良くないよねっていうような法律があって、それに引っかかるっていうふうに指摘されてたんですね。そこにあの、緊急事態っていうことで、ハンターとかがまあ、いろいろなんか根回ししてたっぽいんですが、 その中でも9月の中で、ここでメネンデス議員の名前が出てきまして、えっ、ー、と、なんとかするためにメネンデス上院議員であるとか、あと、チャック・シューマー、えー、今、あの、民主党の上院リーダーやってますね。彼、ニューヨーク州選出なんですが、さっきも言いましたが、工場ニューヨークにありますから、これニューヨーク州民に関わる話でもあるんですよね。ということで、チャック・シューマーにも掛け合って、あと、ステニー・ホイヤーっていうですね、この人メリーランド州の連邦会員議員なんですが、多分、さっき言いましたが、僕のなんとなくの想像ですが、ニューヨークの え、メリーランド州寄りにあるから、そっち側に影響が出るのかなって勝手に思ったりとかしてるんですが、はい。まあ、そのあたりに根回しをして何とかしようぜ、みたいな話をしていて、はい。で、結局、契約は復活することができて、300億円をこのスペインの鉄道会社は受け取ることができましたっていうことだったんですが、なんかこのあたりの頑張りに関して、全然報酬が払われないもんだから、ハンターぶち切れてまして、あの、なんか俺と話をするなら2500万円を支払うか、20%の報酬、これをよこすっていうのが必要条件 だみたいなことをなんかメールの中で怒り狂って送ってたりとかしてたんですが、はい。まあとりあえずまあこの辺のね、あの何でしょう。すごいズーズーしい話は横に置いといても、どうやらえっと民主党系のなんかね、NKHD、ごめんなさい名前忘れちゃいましたがなんかどっかのコンサルティング会社が一応そのこの鉄道会社のロビー活動として動いてたっていうことになってるんですが、どうやらその民主党系 えー、ロビー会社を隠れ蓑のにして、ハンターがめっちゃ動いてたっぽいんですね。なので、このあたりももしかしたら深掘りしていくと、あの、別件のロビー法違反とかが出てくるんじゃないか。今、デイビッド・ワイスが全然触れてないけれども、あの、別の容疑が突如たし降って湧いてきたりとかするんじゃないのかなっていうことで、今回のこの、 えっと、メレンデス上院議員の汚職基礎っていうのは、もしかしたらハンターにね、こんな形で飛び火してくるかもしれないっていう風にに言われております。はい。またこの辺はね、詳しいこと分かったら皆さんに紹介したいと思いますが、えっ、ー、と、ちなみになんですが、ハンター君なんですが、えっ、ー、と、来月10月3日に裁判所に出頭する予定でございます。あの、銃に関する犯罪のやつですね。はい。まあ、なんでそのあたりもどうなるかなっていうのは、また続報をね、皆さんに紹介していきたいと思います。はい。ということで、今回の話以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後は、猫マンションに入居しているデブタの はい。もうほんとかいね。でもたね。はい。もうタヌキんのこのまん丸お目がね、たまらないですよね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。